んにちは。今日はダイソーのミックスケークを使ってカーディガンを編んでいきます。こちらのミックスケートの針の目安はかぎ針8号なんですが、今日はゆったりとふんわり編んでいきますので10号のかぎ針を使います。それでは早速編んでいきましょう。真ん中から糸を取り出して輪の作り目に編んでいきます。指にかけて糸を引っ掛けてきて、ここからまず鎖編み3目で立ち上がります。長編みを1、2、長編みが2目編めましたら鎖が3目、次に長編みが3目、鎖編みが3目、これを繰り返してこの長編み3が6回になるまで編んでいきます。はい、これで6回編んでいきました。1、2、3、4、5、6、このカーディガンは六角形を2枚編んで剥ぎ合わせて作るので、必ずここを間違えないように確認してください。そうしましたら、最初の立ち上がり鎖3目のところにつなげるときは鎖3ではなくて鎖を1、2、そして立ち上がりの鎖が3つ目のところに細編みを編みます。これで2段目に進みます。その前に糸端を絞って処理していきたいと思います。しっかりと絞っていただいて、一度結んでおきます。そしてとじ針で処理します。はい、ある程度通しましたらもう根元でカットしていただいて結構です。それでは2段目を編んでいきます。まずは鎖1で立ち上がって、この穴に束にとって細編みが1、鎖が5、1、2、3、4、5、次の穴に細編みを1、鎖が5、同じ穴に細編み、鎖が5、次の穴に細編みが1、鎖が5、同じ穴に細編みが1。このようにこの穴のところに必ず鎖編みがきます。そして長編み3目は飛ばします。最後まで1周細編み鎖5を繰り返していきます。はい、これで最後まで編んできました。最初に編んだ穴と同じところまで戻ってきましたので、今度は鎖が4、1、2、3、4、そしてこの細編みに細編みを編みつけます。そして次の段に行きます。この時に増し目をするのがここの鎖になるんですが、ここが必ず6回行きます。わかりづらい方はマーカーを使って間違えないように印をつけておくといいと思います。
増し目をするのはこの鎖の上の鎖です。この鎖の上の鎖、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 これでマーカーが 1,2,3,4,5,6 個ついています。色が違うところがスタート地点です。次は3段目を編んでいきます。3段目は鎖1で立ち上がって束にとって細編みを1、鎖が3、次の穴に束にとって細編みを1、鎖が3。ここがマーカーのところですので増し目のところです。まずは細編みを1、マーカーを取ります。鎖が3、同じ穴に細編みが1、マーカーのところは同じ穴に2回細編みを編みます。編めたらマーカーを戻しておきます。そして鎖が3、次はマーカーがないので細編みは1回です。鎖が3、次はまたマーカーのところですので細編みが1、マーカーを外して鎖が3、同じところに細編みを1、マーカーを戻しておきます。そして鎖が3、マーカーがないので細編みは1、鎖が3、次はマーカーのところなので細編みが1、マーカーを外して鎖が3、同じところに細編みを1、そしてマーカーを戻しておきます。このようにしていくと増し目をするところを忘れたり間違えたりしないと思います。そしてまた最後まで編んでいきましょう。はい、それでは色の違うマーカーのところまで戻っていきましたので、マーカーを外します。鎖が2、一番最初の細編みに細編みを編みます。そしてマーカーを戻します。次は4段目に入ります。鎖編み3で立ち上がってこの穴に束に長編みを2目編みます。鎖が1、次の穴に束にとって長編みが3、鎖が1、次の穴に束にとって長編みが3、鎖が1、マーカーのところに来ました。長編みが3、ここは増し目のところなのでマーカーを外していただいて、鎖編みを2目、1、2、そして同じ穴に長編みを3目、
戻しておきます。このように増し目のところに長編み3目が2回入りました。続いて鎖が1、次の穴に長編みが3、鎖が1、長編みが3、鎖が1、マーカーのところに来ました。長編みが3、はい、マーカーを外して鎖が2、同じところに長編みが3、マーカーを戻します。はい、このようにして最後まで一周編んでいきます。はい、最後まで編んできました。そうしましたらここは鎖1、鎖3目の立ち上がりの3つ目のところに細編みを編みます。はい、そして次の段に行きます。はい、それでは5段目を編んでいきます。マーカーを上に付け替えて鎖1で立ち上がって側にすくって細編みを1、鎖を5、長編み3目と長編み3目の間のここですね、側にとって細編みを1、鎖を5、細編みを1、鎖を5、マーカーのところは増し目になりますので、先ほどと同じように細編みを1して鎖を5目、同じところに細編みを1、細編みを1、鎖を5、細編みを1、そしてマーカーをまた付け替えておきます。鎖を5、細編みを1、このようにしてマーカーのところは増し目をしてまた最後まで一周回ってきます。はい、一周回ってきて違う色のマーカーまで来ましたので、またここで鎖が5ではなくて4目、1、2、3、4目編んで最初の細編みに細編みを編みます。そしてマーカーを付け替えます。次は6段目です。鎖1で立ち上がって細編みを1、鎖を3、細編みを1、鎖を3、細編みを1、鎖を3、次のマーカーのところまで同じように編んでいきます。はい、マーカーのところに来ましたのでここで増し目をします。同じように鎖が3、細編みが1、マーカーを戻しておきます。増し目のところには細編みが2回入っています。それ
それではまた一周最後まで編んでいきます。はい、それではマーカーの違う色のところまで来ましたので、ここも鎖が2、最初の細編みに細編みを編みます。これで6段目ができました。このようにして長編み3目鎖1の次の段、鎖が5目細編みの次の段、鎖が3細編み1の次の段、4段目5段目6段目を繰り返していきます。その時必ず増し目を忘れないようにずっと大きくなっていくまで編んでいきます。だいぶうねってきたんですけど、これが最後にどうなるかというと、このような形のものを2枚編んで、こちらとこちらで背中を剥ぎ合わせてカーディガンになります。ここがお袖部分ですね。それではこのまま大きくなるまで編み進んでいきます。7段目の終わりのとこまで来ました。皆さん編むのはおそらくわかると思うんですけれども、この、引き抜き編みというか最後の細編みのところが普通と違いますので、まあ、4段目5段目6段目の繰り返しなんですが、この7段目は4段目と同じなので、一番最初に鎖編み3目で立ち上がって長編みを2目編んでいます。それがこのとこですね、最初のスタートです。ここがスタートで、最後帰ってきた時にこっちからくるっと回ってきて、ここに長編みが3目入っています。そしていつもなら鎖2目のところなので、ここは鎖が1、ここにこの穴に細編みをします。これが4段目と同じです。鎖が1、細編みを1、そして次の段も鎖が1で立ち上がって細編みをして、鎖が5目と向こうへ続いていって、こっちへ帰ってきます。ここへ帰ってきた時に細編みが1、本来鎖が5なんですが、ここは鎖が1、2、3、4で最初のこの目に細編みを編みます。これは5段目と同じです。次の6段目は鎖が3で細編みのところなので、1周帰ってきたら1、2、最初の細編みに細編みを編みます。これは6段目と同じです。このようにして4段目5段目6段目4段目5段目6段目進んでいきます。同じように編んでいきます。そして17段目まで編みます。17段目ということはこの段で終わります。それでは一気にここまで17段目まで編んでいきます。はい、これで17段まで編んできました。17段の最後だけは鎖が2目編んで、そして長編みで最初の細編みに編みます。はい、そうしましたら角と角を合わせて、こちらの袖の部分ですね、ここを閉じていきます。先ほど終わったところ、外表になっています。
こちら側が裏ですね。外表になって先ほど編み終わった糸がここにあります。手前の鎖編み5目のところに糸を引っ掛けて、先ほどの編み終わった糸に入れて前に持ってきます。そして鎖編み1で立ち上がって、この2つを一緒に細編みします。これで後ろと前の編み地が細編み1つでつながりました。鎖が3目、そして次のこの穴に細編みを編みます。鎖が3目、次の穴に細編みを1つ、鎖編みを3目、細編みを1つ、鎖を3目、細編みを1つ、鎖を3目。はい、このようにしてこちらの端まで編んでいきます。はい、一番端まで来ました。この増し目のところの穴に細編みを1つ、そしてここでもう引き抜いて一度切ってしまいます。はい、これで片方できましたので、全く同じものをもう1枚編んでください。はい、同じものが2枚編み上がりました。そうしましたら背中を細編み1、鎖3で編みつないでいきますので、こちら一番下裾の方の紫のマーカーですね、こちらが、ちょうど、増し目のところです。そこから首は増し目より一つ下のところ、ここまでを編みつないでいきます。それでは裾のマーカーの方からここに糸をつけて、この糸は後で処理しますのでこのまま置いておきます。まず鎖1、細編みを1、鎖を3、次の穴に細編みを1、鎖を3、このようにして首の方まで編んでいきます。はい、上まで来ましたのでこのマーカーのところまで細編みで終わりです。ここが先ほどの袖をつまんだところです。この一つ下の段で終わります。はい、糸を引き抜いて、そして処理していきます。はい、こちらの糸処理終わりましたのでこの首の糸処理もしていきます。そうしましたらもうカットします。
こちらも同じように糸処理をしてください。はい、これで全ての糸処理が終わって完成になります。とても着やすそうな形になりました。ミックスケークなんですけれども、5玉目に入ったところ少し編んだ程度で、まだたくさん残っていますので、この縁編みなどお好みで編んでみてはいかがでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。